どうもこの動画では r i z i ス4 3の試合を見ての感想を話していこうかなと思います。まあね r i z i ス4 3前の去年の7月だっけか。ライジン何ぼか忘れましたけど沖縄大会ですよね。あれ以来の無料配信ということでまあ、ね、YouTube 登録者が100万人記念ということでね、まあ、無料配信になったと思うんでねまあだから多分いっぱいの人が見たでしょうっていうそんな興行で。 でも全体的にね、すげえ良かったというか、フィニッシュ決着がね、すげえ多かったんじゃないかなってことでね、まあ早速話していきたいかなと思うんですけど、まあちょっとオープニングファイト、なんかソロイケ古川くんみたいな、なんかそういう人らとか出てたやつは、ちょっと一切試合見てないんで、じゃあ普通にね、1試合目から話していきたいんですけど、まずこれはキックボクシングの試合ですかね。山川憲ーサス平野亮が。んこの試合結構面白かったですけどね、山川選手の試合はね、何回か見たことあって、 まあ、ライズでね、安本選手に、まあ、一瞬で負けた試合も見ましたけど、結構強い選手でね、まあ、山川選手を勝つんかなと思って見てたんですけど、まあね、ね結論としてはそうだったんですけど、まあ、思ったほど、なんでしょう、圧倒的な展開ではなかったというか、まあ、平野選手の試合はね、一回見たことないんですけどね、どないやねんってね。序盤、山川選手が圧かけてて、ジャブ良かったっすよね。ただ、でも平野選手の左フック当たって、そこで流れ変わって、 で平野選手のその後の右で山川選手ダウンと。で1ラウンド終わってで、2ラウンド入ってからね、逆に山川選手の右フックで平野選手ダウンして、でその後また山川選手がどん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 畳みかけて、2回ダウン取って、KO と。山川選手の2ラウンド KO 勝ち。うんまあ、ちょっとね、あんまり印象残ってないんですけど、うん、山川選手、ナイス逆転勝利ってことで、北海道出身の選手なんですよね。まあ、ドさんこということで、一発目からね、盛り上げられてよかったんじゃないってことで。 で2試合目がえ女子の MMA マッチ61キロ契約だっけかな、えー、熊谷マリナ VS 栗山葵、うん、この試合はねずっと打撃戦で終わってしまったというか熊谷選手はジャブ栗山選手は左フックと蹴りが良かったっすよね序盤からで熊谷選手の方が、えー、<え>オーソドックスだっけで栗山選手の方がサウスポーだったんかな、うん、熊谷選手リーチ長いんですけど栗山選手がねずっと足使いながら なんか角度変えてててパンチ当ててみたたいな上手かっでっすよねでその中で熊谷選手がね一回前に来たところ左のオーバーハンドを栗山選手が当ててもうそれで KO と栗山選手の一ラのンド KO 勝ち、まあ、この栗山選手はね萩原恭平とチームメートってことであのねドクター・ドレの、えー「なんちゃら」って歌でね、うん、入場してきて入れ墨入りまくりででスモーカーポーズも決めててね良かったっすよね なんかでもああいうねチームカラーが明確にあるチームっていいっすよね、うん、チームスモーカースパッってやってね、うん、全てのスモーカーにね、まあ、敬意を表してるんでしょうみんなタバコ吸ってるんですかねあのチームタバコじゃなくてちょっともっとまずいやつを吸ってるのかもしれないですけどね、うん、でねそういう大麻関連の話で言うと、まあ、完全にねこっからもう雑談にまた入っちゃうんですけど、うん、最近ねノリキオっていうね 私が、まあ、日本人の中で5師に入るぐらい好きなラッパーがいるんですけどそのラッパーがね大麻、まあ、所持というか大麻の栽培をしてしまってね、うん、逮捕されてで刑務所に入ることが決まったんかななんか3年間懲役があるみたいなそういうねニュースというか彼のね YouTube チャンネルで、うん、3年間なんか長期取材に行ってきますみたいな感じで、うん、一個となってねちょっとショックを受けたっていうのがね大麻関連ではありますねっていうね。 超雑談でした。で、まあ、栗山選手はね、良かったっすよね。まあ、ディープの試合でもね、ちょちょ,ちょ見てたんですけど、なんか勝ったり負けたりみたいな感じで、前、まあ、あれですよね、えー、中井凛選手と確かやってましたよね。うん、なんか普通に1本決められて負けてましたけど、そんな感じでディープではね、勝ったり負けたりみたいな感じではあったんですけど、でも、ジンで今回、この勝ち方できてね、良かったんじゃないですかね。で、続きまして、3試合目、トレントガーダム、サス後藤ジョージいや、この試合はね、今回のメイン以外だと、 うん、一番楽しみな試合だったんですよ。ガーダムはね、やっぱ強いですからね、MMA。昔、ビクター・ヘンリーと井上直樹っていうね、結構なトップレベルの選手と戦ってましたし、まあ、どっちにも負けてるんですけど、でもいい試合しててで、今回ガーダム行くんちゃうかなと思ったんですけど、久々のガーダムはえらい変わってましたね。まあ、ガンガン前に行くのは前から変わってなかったんですけど、いきなりね、タックルに行って、トレント・ガーダムはね、もっとバリバリストライカーみたいな感じだったと思うんですけど、 あでも後藤選手もね、ストライキングが相当強いんで、だからこそ組みに行ったんかもしれないですね。で、序盤のタックルに行ったガーダムに、後藤選手、忍者チョーク狙うんですけど、まあこれ対応されて、で、スクランブルの攻防結構なって、ガーダムは基本でもギロチン狙いでしたね。後藤選手、簡単に取れると思ったんですかね。まあ実際ね、一発目のギロチン、ロープめっちゃ引っかかってて、後藤選手もガーダムも。あれ、刑事ならね、そのまま決まってたんじゃないかなって見てて思いましたけどね。 うん思ったんですけど、まあでもこれはリングだよ、ライジンだよってことで、まあしゃあないよね。で、後藤選手はね、その後、やっぱ上になるんですよね、取れたら。で、ギロチンしてるガーデムは下になるんで、一回パウンドね、当ててましたよね。で、その後、スタンドの攻防になって、後藤選手、ジャブがめっちゃいいっすよね。うん、ジャブのキレがすさまじいなと。で、最後、左ですかね、左当てて、ガーダムね、完全にダウンして、しかしゴングがなって、まあ、1ラウンド終了と。で、2ラウンド目入ってからもね、まあ、ガーデムは、 組みに行く戦略で、ただでも後藤選手がね、上取り返したりとか、あとはガーダムがやっぱ基本ギロチン狙いなんで、うん、だからそれ対応されたらね、全部下になるよねっていう。で、最後後藤選手が4の字組んでバック取る展開があって、その中でツイスター狙ったんですかね。で、それが決まって、後藤選手の2ラウンド1本勝ち。ガーダム、なんかこれじゃない感がすごかったんですけど、私だけですかね、そう思ったやっぱ元々はね、バチバチのストライカーというか、井上直樹、何年前だあれ。 23年前か23年前の井上直樹との試合でも彼相手にね全然スタンドでやり合えるレベルだったんでそっちの方がね全然勝率高かったんじゃないかなと思ったんですけどね1ラウンド目の序盤もね結構ガーダムの方が打撃の、ね、いい感じに見えたんですけどねそこで組みに行ってでもそっからずっとね組みに行って下に着込んだりしてひたすらギロチン狙いみたいな作戦ミスってますねって思ったんですけどまあでもね素人がプロ相手にねこんなこと言ったらダメだと思うんでうんガーダムが正しいんだと思います 負けけちゃったけどで次4試合目関哲也、バーサス遠藤、なんていうもんだこれ、遠藤、ライ,ライキ違ったらごめんなさい。この試合は見てて怖かったな、本当に。うん、遠藤選手はね、あんまりリーチがなくて、一方、関選手の方はリーチ長くてってところで、うん、関選手のストレート系のパンチがやっぱ入りますよね。で、蹴りも膝もよくて、何回か遠藤選手ね、腰落ちてましたよね。右のパンチもらったりとか、膝蹴りもらったりとか。 ただ遠藤選手もね、フック系のパンチ、パンチ力あるんで、ワンチャンありそうであったんですけど、まあノーチャンスで。で、2ラウンド入ってからはね、関選手前蹴りうまかったっすよね。より一層リーチを生かした打撃ができて、でもその中でも遠藤選手、強引に入ってくると、強引に入ってくるところにでも膝蹴り合わせてみたいな。また遠藤選手、腰落ちたりとかで。で、関選手がね、そのクリンチ際の攻防でもバン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 打撃当ててってみたいな。で、3ラウンド入って、もう関選手のねパンチ、序盤に思いっきりヒットして、遠藤選手に。 ただ遠藤選手も、組んでごまかすと終わらないっていうね、うん。聞きまくりだったんでね、見ててずっと怖かったよね、本当に。もうボッコボコで、本当にボコボコで、で、関選手の判定勝ち、うん。で、この遠藤選手ってね、3月、4月ぐらいだったかな、パンクラスでね、えー、誰だったっけな、フェザー級のね、すごいストライカーの選手いるんですけど、その選手に壮絶な KO 負けしてて、それ以来、だから、3ヶ月ぐらいでね、また出てきてるわけじゃないですか。いや、もう危ないよ、本当に。 で、どこのジム所属かってみたらね、北海道のパーブドリーム、山本健一さんのジムっすよね。山本空がいる。もうあかんって、本当に。で、なんか山本空もそうですけど、なんかこのね、うん、遠藤選手と山本空、どっちもなんか結構打撃でやばくなったらね、なんとかごまかすじゃないですか。とにかくやられんようにするみたいな。まあそれがね、勝つ上ではいいんでしょうけど、でもすげえダメージ溜まりそうでね、怖いなってね。 思いましたねずっと怖いなと思って見てましたね。怖いな怖いなってね。で次5試合目が2位すぐる VS ダ田立夫、うん。この試合はね、もともと友人同士の一戦ということで、全然そのいい感じのストーリーね、触れないですね、でもなんか。そのすげえ素敵なストーリーで全然盛り上がってなくて、それはそれで悲しかったんですけど、でも序盤飯田選手のね、カーキックすげえ良かったっすよね。結構ね2位選手 あんまいいいいい感じじゃないもらい方をしていてただ飯田選手ねずっとガード下がっててなんか遠い距離感であのガードの低い位置はいいと思うんですけど近い距離でもガード上げないんで危ないっすよねなんかね平本蓮の周りの選手というか飯田選手もね平本蓮と一緒に練習してると思うんですけどその周りの選手なんか最近ねガード下げて戦う人が多いなというか K1 出てるね篠塚達樹もそうだと思うんですけど でもなんか平本蓮と違って、距離をなんか取れてないんで、なんかみんなめっちゃもらってますよね。んやっぱなんか平本蓮はね、それで比べるとなんか打撃の天才なんだなとはね、ちょっと思いましたけど、で、その中でね、でも飯田選手、いいペースでは戦えてたんですけど、ちょちょいね、2位選手が飛び込んで、フルパンチ、全部危ないなと思って、で、危ないなと思って見てたら、一発ね、右のフックじゃないか、ストレートか。ストレートがね、もろに入って、で、マウスピース吹き飛んで、 で、そっからまたパンチもう一発当たって、思いっきり失神してて、で、倒れ込んだところに最後、サッカーボールキックドバーンってね、2位選手蹴って。いや、もう、あかんって、あんな。ねえ、雷神ルールのなんか、危険性を再認識したというか、本来のユニファイドルールなら、最後のサッカーボールキックはないじゃないですか。まあ、思いっきりね、失神してる相手に、パウンドを打ち込まれるパターンもあるんですけど、でもね、昔、トリコっていうね、少年ジャンプの漫画で見たんですけど、 足はね、低の3、4倍の力出るらしいんで、うん、それで考えるとね、失神してるところにサッカーボールキックやばいよね。うん、新選手のまあ一覧の慶応勝ちだったんですけど、これもね、ちょっと怖かったな。うん。で、飯田選手もね、いつだっけか、4月ぐらいですかね、サスケ選手とね、3月だっけ、サスケ選手とね、シュートのフェザー級タイトルマッチで、壮絶な慶応負けしてたんですよね。うんだから余計に怖いなって思っちゃいましたね。 しかもね、昔からの友達同士、なんか涙のね、なんでしょう、戦いというか、そういう感じだと思ったんですけど、最後でもね、なんか思いっきりダウンして、失神してる友達相手にね、サッカーボールキックやっぱできるんやっていうね。これはなんか悪い意味じゃなくて、それでこそファイターだと思うんですけど、すごいなと思って。うん、友達にね、サッカーボールキックはやっぱできないじゃないですか。でもそれができちゃうのが格闘家っていうね。このやっぱ格闘家の一般人とは全然違うメンタル。 うん、そこをねね感じさせられましたよ、ねうん、やっぱねどんなにね親友だとしても、まあ、一緒にね何でしょう銭湯で風呂入ってポコチンをね見合うような仲間だったとしてもサッカーボールキックはしないじゃないですかでもそれができるね友情素敵やんって思うかで次大島沙織 VS ソルト、うん、これはねちょっと階級差をね最初体格見た時めっちゃ感じたんですけど、うん、でも大島さん強かったっすね 序盤からね、全然打撃にビビらずに、ものすごいリーチ差ありましたけどね、見た感じ。うん、15センチぐらいリーチ差あるんじゃないかなってぐらいあったんですけど、それでも全然ビビらずにガンガン参って組みに行って、で、あの柔道のね、得意の投げでテイクダウンとって、もうそっからね、すぐでしたよね。まっさりアームロック取って一本勝ちと。足でね、相手の片手殺して、うん、手決めてみたいな。大島選手の一覧の一本勝ち。いや、強いっすよね、大島沙織選手。うん。最近というか、今5連勝中か、 でなんか負けた試合もあるんですけど、その試合もね、なんか階級上の相手となんか試合して負けちゃった試合なんで、普通に適正階級でやったらほぼ負けてないんじゃないですかね。うん、強いっすよね、大島選手。今後も期待って言いたいところなんですけど、でも女子の中でもね、相当小さいんで、46キロとかでしょ、ミクロ級、うん。その階級でね、女子ってなかなかいないと思うんでね、女子だとしても。やっぱ格闘家やるような、ね、女性ってごつくなるじゃないですか。だから今後がね、難しいですけど、でもね、 試合おもろいんでね、毎回。うん、見たいっすよね。まだ、ライジンの試合ではそんなおもろくなかったか。まあ、ディープの試合とかね、どの試合もすげえおもろいんで、うん、やっぱ、またね、見たいですし、できれば適正階級でね、やらせてあげてほしいなとは思いましたね。で、次、久保優太 VS 木下からで。うん、この試合はね、まあ、ストライカー対決って感じではあったんですけど、でも木下選手はそれはね、組みに行くよねっていう、そういう展開で。 でも、組んでいくね、木下選手に、久保選手は膝を合わせたりとか、あとはテイクダウンディフェンスもね、素晴らしかったっすよね。結構序盤とか完璧に切ってて、あと久保選手のジャブがめっちゃいいっすよね。やっぱね、打撃はめっちゃ強いなっていうか、早いっすよね、本当に。スピード感がやっぱ、そこら辺のやつとはわけが違うぜってところで。でね、打撃の攻防が増えて、最後久保選手のパンチが一発入って、木下選手、腰が落ちる場面もありつつ、1ラウンド終わりと。 ただ2ラウンド目はね、一転して、久保選手の打撃も序盤入ったんですけど、木下選手のね、ボディからの顔とかも入り出してね、最初の方はね、久保選手の方が若干ダメージありそうでしたけどね、でもその後木下選手、また組みに行ってね、でも組みに行ってもね、全然倒せないんで、あっこはやっぱ打撃行った方が良かったんじゃないですかね。一回なんか明確に久保選手ちょっと効いてる感じの瞬間あったじゃないですか。あっこね、畳みかけられてたら、もしかしたら慶応勝ちとかあったんじゃないかなとか思いつつ、 でもその後ね、木下選手、組みに行って、でも6にテイクダウンとかあんまできなくて、ブレイクにもなったのかな、1回、展開がなさすぎて。で、その間に久保選手、完全に回復しましたよね。その後のなんか、立ちの攻防、また戻った時に、やっぱ打撃が完全に久保選手の中に戻ってたんで、ワン、ツー当てたりとか、膝当てたりとか、1、2見る限りはもう、久保ペースでしたよね。で、3ラウンナー入っても、序盤の方はね、久保選手が打撃で優位に立つんですけど、木下選手もね、強引に組みに行って、テイクダウン取りましたよね。 でそっからね、でもなんか寝技は全然できないもん同士って感じで、ぐずぐずでしたけどね、本当に。なんか木下選手もあんまパウンド打てないし、で、久保選手は全然もう立つ気配ないしみたいな。ところで、なんかポコポコポコ,ポコやって、おしまいと。で、この試合は久保選手の判定勝ち。2、1位でしたね、うん。割れましたね。まあ割れるかなとは思いました。1ラウンド目はね、明確に久保選手だったんですけど、2ラウンド目ね、結構、組で、というか打撃もね、木下選手当てる場面もあって、 まあ若干久保かなぐらいの感じで,で3ランド目は明確に木下選手だったんでうんすごいね難しいジャッジだったかなと思ったんですけどまあでもダメージをねより与えたのは久保選手の方に見えたんでうん久保選手勝ちで打とうかなとは思いましたで続きまして木村フィリップミノルバーサス6下りいやー言うてクソってもね木村ノルって K1 の7 0キロでチャンピオンだった男ですからねその相手に6下りのキックボクシングの戦績見て愕然としたよね ゼロ勝いっぱいで、うん、しかもそのいっぱ敗ってね、でもカイト選手なんですけどね、あのウミンチュの方、うん、シュートボクシングの,あの最高傑作の人ですよね。うん、カイトからの木村ウィルプ実るって、どんな使われ方やねんって思いましたけどね、うん。殺しに来てるよね、本当に。で、実際ね、死んじゃったかと思ったよね、本当にあの KO。序盤からね、ガン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 木村選手が行って、フック系のパンチ浴びせまくって、で最後左フックですかね。 一応ね、ダリ選手もガード上げったんですけど、そのガードの隙間から顎を思いっきり入って、たったままね、失神してましたよね。ものすごいスローで倒れ込んでいってね、あれ怖かったな昔のね、木村フィリップミノル VS エダーロープス。あの試合もね、こんな感じでしたよね。あれ確かね、70キロトーナメントのね、試合だったと思うんですけど、あの試合も衝撃的でしたけど、あの時よりもゆっくりと倒れていきましたね。6下り。 うん、大丈夫かなと思ったんですけどでも試合後ねなんか自分で歩いてはりましたよねダリーだから良かったかなとは思いましたけどでこの試合ね木村稔の1ラウンド KO 勝ちうんなんかでも強いっていうのか分かんないっすね、うん、木村稔はやっぱね隠した相手には圧倒的な本当にこいつに勝てるやついんのかみたいな勝ち方するんですけどちょっと強いやつ相手だとね本当にもうひろひろになっちゃうんで もう僕勝てないよって感じのね、そういう感じになってしまうのをやっぱ何回も見とるんで、これどうなるんですかね。でも次やっぱね、木村稔誰と見たいかってなるとやっぱアンプルキアしかいないっすよね。ブアカオは違うわ。ブアカオやったら多分 KO しそうやし、木村稔の火力なら。やっぱ木村稔とブアカオはいいかな。でパッキャオはもっといいし、やっぱアンプルキアかな。どっちがね、勝っても負けてもすげえどうでもいいんですけど、 てか、どっちもね、負ける姿を見たいって人が一定数いるマッチだと思うんで、うん、私もね、どっちもなんか負ける姿見たいですからね、その二人でやっぱやってほしいな。うん。やってほしい。で、続きまして、梅野源氏パーサス、鈴木、鈴木なんて読むんだこれ、ヒロキ、空木。ちょっとわかんないですけど、まあ、鈴木選手、うん。この試合ちょっとね、ち,ょちゃんと見てなくて、YouTube でね、なんか後で追,い、えー、追っかけ再生とかしようかなと思ったんですけど、なんかできなくて、私が見てるタイミングでは。 なんかね、本当にライブだけで、ね、できなかったんで、ちょっと1ラウンド目全く見てなくてで、2ラウンド目もほぼほぼ見てなくて、結構、梅野源氏が圧かけて、で鈴木選手もなんか額切ってて、ああ、これ、肘じ裂したんかなとかぼんやり思いつつ、その中で、ね、鈴木選手がまあ引き込むというか、ちょっと、ね、下がりつつ、でもそこに飛び膝合わせて、それで梅野源氏失神と、鈴木選手の2ラウンド KO 勝ち。うん、負けちゃったね梅野源氏 でもちょっと全然試合全般見れてなくて、ちょっと語れないわ。ごめん。で、次の試合、こっからね、またちゃんと見たんですけど、ちょっとね、なんでそこだけ見てなかったんだよって話なんですけど、まあちょっと諸事情があってね。うん、鈴木弘明、vs 西谷大成、うん。これ西谷選手良かったっすけどね。ストライカー相手にガンガン前に行って主導権握ろうとして、で、組みに行って、一回あっさりテイクダウン取ったんすけど、まあでも立たれて、 で、その後もね、西谷選手、どん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 前に出て、飛び膝蹴りしようとしたんですかね。でもそこにね、鈴木選手、まあ、怪物くんの左のオーバーハンドですよね。あれがドンピシャでね、入って、ダウンして、その後、パウンドを思いっきりまとめられて、KO と。鈴木選手の1ラウンド KO 勝ち強かったな、怪物くうん。マイクも素晴らしかったな。内容覚えてないけど。で、次が、えー、関根シュレック秀樹、VS 上田美紀夫。この試合も良かったな。 やっぱね、上田選手、MMA にアジャストしてきましたよね。デビュー戦でね、まあ、世界の TK、が強しに負けたのは、ちょっとまあ、愕然とした部分あったんですけど、でもね、なんでしょう、顔面打撃への恐怖というか、まあ、そういうのにも慣れたんかな。まあでも、ちょっと攻防が短すぎて分かんないですけど、まあ、相変わらずね、蹴りが強くて、左のね、前足での蹴りがめっちゃ強かったっすよね。う前蹴りでね、腹も効かしてましたし、膝蹴りも素晴らしいと。 で、最後パンチで KO してみたいな。強かったな。あ、でもあれか、パンチの前に膝蹴り顔面に当ててて、それで効いてたんかな、関根選手。うん、でも上田選手強かったっすね。一難の KO 勝ち。で、今後ね、どうするんですかね。上田選手でもヘビーでやるにはね、ちょっとなんか、体格的に厳しい気がしましたけどね。結構ぷよってるし、で、100キロちょいぐらいじゃないですか、体重も。うん、だから絞ってね、なんかライトヘビーとかで見たいなと思いましたけどね。 海外で今後やっていくみたいなことを言ってはったんで、うん、それだと絶対ね、ライトヘビーとかの方がいいなってね、ちょっと思っちゃいました、うん。もっと絞れたらね、スピードももっと増すと思うんで、その姿がね、見たいなって思いましたね。あんまりス田リを強したい上田美京はね、見たいなとはまだ思わないですね。うん、今だと結構ワンサイドでス田リを強しが勝つと思うんで。で、続きまして、八千代佑介 VS ザック・ゼイン。この試合もね、なんか微妙でしたね。ザック・ゼインが、 こんんなもんやったっけったけていうそんな感じでしたね。ヤッチ君がね、いきなりテイクダウン取って、そこからずっとバックキープ示してましたよね。ド、えーどうクラッチとかして、で、時々倒してみたいな。で、コツコツパウンドってみたいな。で、最終的にね、足入れて、4の字組んで、で、ポコポコをちょっと殴ってすぐバックチョーク行って、フィニッシュと。やつ選手の1ラウンド1本勝ち。うん、ザック全員がでも、こ,こんなあっさり取られるかねっていう感じだったんで、うん、なんかね、 安選手良かったんですけど、でもこれだけでね、なんかまたライト級戦線トップへ、みたいな、そんな感じにはね、なかなかならんよね、というか、でも次、誰とやればいいんですかね、谷内選手。あれですかね、この前なんか来てた、ビクター・コレスニック。うん、あれとやればいいんじゃないですかね。<laughs> あれやられちゃいそうだけど、まだコレスニックでもフェザー級適正の選手だと思うんで、どうなるんだろうな。ライト級でやるんならね、安内選手とまた見たいですし、あのコレスニックがね、フェザーでやるんだったら、誰だろうな。 中原選手とかねいいんじゃないですかね、うん、見てみたいなコレスニックみんなが忘れてるであろうコレスニック私は覚えてるんでコレスニックになってるよな名前でいよいよメインクレベル小池 VS 鈴木千尋まあクレベル小池はね前日のま軽量で 400g オーバーしてしまって、まあ、王座剥奪でイエローカードで減点もされたとそういう状態で迎えたこの試合クレベルが勝った場合はノーコンテストを言うてたんで これ鈴木千尋、負けつかないんですかねどうなんだろううん、わかんないけど、多分そうっすよね。なんか、文言を見た感じ。だから、鈴木千尋としてはね、いい経験でしたよね、本当に。うん、勝てればね、まあ、もっと良かったんでしょうけど、まあ、それはね、まだクレベルはきついよねってところで。でも、序盤、鈴木選手のね圧、素晴らしかったですけどね。うん。ただ、打撃の攻防でね、クレベルがシングルレッグからのテイクダウン取って、やっぱクレベルのね、テイクダウン能力が上がってますよね。 なんかちょっと前のというか、1、2年前ぐらいのクレベル選手だったら、あんな簡単にね、鈴木千尋からテイクダウン取れてないように思うんですけど、今回割とあっさり取って、そっからね、もう無双でしたよね、徐々に徐々にポジション移行して、鈴木千尋もでもフィジカル強いんでね、一回返せそうでしたけどね、でも返せなくて、で、そのままマウントポジションからのアームバーでフィニッシュと、クレベルの1ラウンド1本勝ち。いやー、強いよね、本当に。うん、で、ぶっちゃけ400グラムオーバーぐらいだったらね、 そんな選手のパフォーマンスに影響はないというか、むしろクレベルはね、多分かなり頑張って落とそうとして、今回落とせなかったと思うんで、本調子ではなかったと思うんですよ。でもそれでもこんだけ強いというね。いや、すごかったなこれ、勝てるやついないだろう。あのテイクダウン能力で,で、寝かしたらもう、あんだけね、ドミネートするというか。やっぱ、雷神のね、フェザー級の中で、クレベルの寝技に対応できそうなんで、金原選手か、斎藤選手ぐらいじゃないですか。 その2人はやっぱベテランなんで、そこへの対応できると思うんですけど、まあでも斎藤選手も取られちゃいそうだな、金原選手ぐらいか、でも打撃で結局やられちゃう気もするんだよな。ってなると別格だよね、本当にクレベル。これどうするんですかね、まあ今回ね、試合後のマイクで、な計量オーバーしてたのにね、なんか子供たちに勇気を与えたいみたいなこと言ってて、<laughs> いやいやってな,なりつつ、まあでもね、最後タイトルマッチやらしてくれみたいなことも言ってて、7月でも。 次のね10月、なんか名古屋にやるみたいな、うん。名古屋で雷神あるんですかね、うん、そこでもええみたいな。俺とやれみたいなね、誰か。うん、どうなるんですかねタイトルマッチ。なんかでも、雷神のね、流れだと、朝倉未来対キャラモフをね、もうフェザー級タイトルマッチにしちゃいそうですけどね。どうなんだろうな。で、初めての防衛戦をくれベるみたいな。まあ、その流れでもいいかなと思いますけどね。まあ、一番地獄なんはあれっすよね。 アサクラ対ケラモフをフェザー級のタイトルマッチにして、それでケラ,フケラモフが勝ってもうてで、クレベル対ケラモフっていうね、誰が見たいねんっていうタイトルマッチが組まれるっていう。いやまあ私はめっちゃ見たいですけど、全然盛り上がらへんやろうなっていう。うーん、やっぱそこでね、やっぱアサクラミクルがなぜかチャンピオンになってて、クレベルを迎え撃つ防衛戦かつリベンジマッチっていうのが、まあ一番盛り上がるストーリーじゃないですか。でもそれにならない可能性もまああり得るんで。 私は朝倉ミクルとケラマは朝倉ミクルが勝つとは思ってるんですけど、でもならない可能性もあるんで、そうなったらもうめちゃくちゃだよね。クレベルが今回もミスするからや。ケロミスするからや、お前が本当に。混沌のね、フェザー級。混沌のライジンフェザー級言うてますけど、もう全部基本クレベルキーンやん。もうクレベルが混沌にしてるだけやん、もういろいろと。ね、一時のなんかね、斎藤豊とタイトルマッチなんかやらなかった問題とかね。 間に変なマネージャー入ってて、なんか、雷神との関係性、ぐちゃぐちゃになった問題とか、あとはね、ピットブルとの戦いとかね、あれはね、別に悪い方のカオスではないんですけど、まあでもね、チャンピオンになっていきなりね、ピットブルとやらされてみたいな。で、そっからね、初めての防衛戦で、軽量馬して、みたいな。もう基本クレベルやん。クレベルがもう全部負け起こしてるやん。一人抜けてる強い奴がね、ちょっと、ふにゃふにゃというかね、不安定だったらね、こんなことなるよね、本当に。まあ、それも含めてね、混沌なんでしょうね。 おもろいよねで次はスーパーライジンですか。超楽しみっすね。どうなるのか。うん、今の段階でね、楽しみな一戦だらけですし。6月26日までですかね。なんかすごい早割りみたいなあると思うんで、まぜ、あ、ひ買いましょうや、うん。私はね、早割りで買いますわ。えー、だってあれでしょう。気泡カードでも、えー、朝倉未来対ケラモフ、朝倉海対アーチュレッダー、堀口教授対新竜誠、えー、ピットブル対。 あパトリッキーピット・ブル対エージェ・マッキーあと誰だあと渡辺寛さんの試合とかマゴ、まあ、メドフ・サバテイノとか、うん、結構ねおもろいカードいっぱいあるじゃないですか、まあ、最悪ね今言ったカードのうち半分消えても全然買いじゃないですか正直、まあ、後半言ったら3つだけ残されても困るんですけど、まあ、できれば前半3つだけ残ってほしいんですけど消える場合でもねでも半分消えてもまあ全然買いだと思うんでね、まあ、全部消えたらねぶち切れるけどねじゃあそんな感じで終わります 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。